レスリング柴田三條。日本に帰ってきました。そして久々の日本食だね。今回のラスベガスの旅でスポンサードしてくれたつくば湯葉の豆商さんのところの商品、これがつくば湯葉ですねを使ってですね、2品、1つは前回も食べた湯葉刺しと、もう1つが湯葉の田楽風ちゃんちゃん焼き田楽風みたいな、なんかそんな名前がついてた気がするけどもっていう、豆翔さんおすすめのレシピを使ってですね2品作りました。はい、まずは、ジャパニーズ鮭とこの湯葉でですね無事帰ってこれたことをお祝いしましょう。はい、じゃあまず乾杯。うまいですね。じゃこれ田楽風いってみようか。田楽風この鮭フレークね、鮭フレークと一緒にいただきます。うん、あ、これはうまいわ。これめちゃめちゃうまい。うん、うん、あ、これいいね。うん、これは本当に日本酒のあてとしても最高。うまっ、うまいね。なんか本当に湯葉ってあんまり気にして食べたことがないというか、湯葉を食べたいとかさ、湯葉を食べに行くっていう感覚がこれもなかったけれども、こうやって食べてみると美味しいね、本当に。その食卓の主役になるレベルでね、調理法によっては、調理の仕方によっては、うん、主菜になるというか、そんぐらい美味しいですね。ポテンシャルを秘めてるわ。ああ、うまいな。あ、そんでですね、ちょっと酔っ払わないうちにね、いくつか、いうことがありまして、まず今回のスポンサードしてくれた豆翔さんが、ありがたい話を僕に、くれてですね、来年の、2024年の WSOP の、案件ももうやらせてもらいたい、やらせてくださいみたいな、っていうお話を僕にくれまして、でその案件費用は
今回なんか柴田 WSOP インザマネー記念パックみたいなっていう湯葉のセットのパックを作るんだってさ、で販売するんだって。でそれを、購入してくれた、なんていうんだろう、こう購入してくれたその売り上げの、ほとんど全てを柴田さんにその案件の費用としてお渡ししたいと。だからそのパック、まあ動画概要欄に貼りますけども、それの売り上げが、まあ要は運送料とか、あとはなんかこう箱詰めの料金とか、まあそういうなんか細かいものを抜いたほとんどの売り上げを柴田さんへの案件費用としてお渡ししたいですみたいな。もちろんこれは柴田さんが来年もう WSOP に行くつもりがあればの話ですけど、いかがでしょうかみたいなっていう話をねいただきまして、まあまだちょっとパチンコのね予定とかがやっぱこうあれするの大変なんですけども、まあ僕はぜひお受けしたいという返事をしましてですね、まあ今回その柴田 WSOP インザマネー記念パック湯葉パックみたいなものを今回発売する運びとなりました。はい、なので皆さん、皆さんが湯葉を購入していただければ全て私に、お金が入るのでですね、それが来年の私の特攻費につながるんで、ぜひ、ご購入いただければ幸いでございます。はい、こんな感じかな。いやー、ありがたかった本当に。なんかあったかな、動画にしてないこと。まあ、とにかくやっぱ行きの移動、行きの移動がとにかくしんどかったね。いろいろ勉強になった。まずはキャリーバッグには大事なものは入れないっていうのと、あとはエアータグ、アップルのエアータグをつけとくと後々便利っていうのが分かったし、あとは乗り換え時間はちょっと多いかなと思うぐらい余裕を持って乗り換えの時間を作っといた方がいいね。どんだけ向こうで並ぶか分かんないし、どんなトラブルが待ってるか分かんないから、時間は余裕を持ってスケジューリングした方がいいなっていうのは思いました。本当に向こうでさ、一番最初のあれだよね、乗り換えにちゃんと余裕を持ってその時間を作っておけば、もしかしたら一発でラスベガス行けたかもしれないからね。っていう感じで一番最初のスケジューリングがちょっとほころびがあったかななんて思います。ほんと空港でボロボロに泣いてさ、バッグをなくしてさ、で空港のその搭乗口のカウンターのところにさ、バッグがなくなったんだけどどこ行けばいいかって言ったら、その下のバッケージのカウンター、ユナイテッドのカウンターがあるから、そこに行けばそのお前のバッグのありか分かるからそこに行けって言われて、でも俺は3時間並んで、そのユナイテッドのカウンターに並んで、で新しい便を予約して、それがキャンセルになったんだと。で俺はまたそのカウンターで3時間も待ちたくねえって言ったから、今あなたが対応してくれっての言ったのね。そうしたらおそらくそのバッゲージのカウンターはその全然そのチケットのカウンターとは違うから全然並ばないから、だから大丈夫だから下に行けって言われて、本当の話信じるぞって下に行って、でバッケージのカウンター着いたら、そのバッケージのカウンターがねめちゃめちゃ並んでんだ。でもう嘘つかれたと思って、嘘つかれたと思ってさ、めちゃめちゃ泣いてさ、その場で。で俺が、あんだよみたいな、並んでんじゃねえかよみたいな言って、でそこにいるユナイテッドのさ、カウンターのスタッフじゃない人に、いや俺はそのバッケージのカウンターに並びたいんだけど、そのもうそのチケットのカウンターで3時間も待って、今日朝 の9時ぐらいからずっと空港にいるんだって言って、なんとかしてくれって、あなたが対応してくれって言ったら、いやダメだみたいな、この列に並べって言われて、でそれはもう俺が泣きながらうーってなったら、その一番前に並んでたアメリカ人のおばちゃんが、いやあなた入りなさいみたいな、会話を聞いたからいいよあなた入っていいわよみたいな言って、優しくしてくれたりね。あとはその泣きながら俺がこう途方に暮れてね、空港内を歩いてる俺をさ、黒人の人がさ、おいお前大丈夫かみたいな、泣いてるじゃないかお前大丈夫かみたいな、何があったんだみたいな、俺話してみろみたいな話しかけてくる人がいたり、まあなんて言うんだろう、こう
なんていうんだろうな、こう悪気はないんだけど、だからいい人もいるのよ。全然さ、アメリカ人ってすごいいい人もいるし、悪気はない。だけどもやっぱちょっと適当なところとか大雑把なところがあったりとか、まああとその日本の会社みたいに細かくないところがあったりだとかっていうので、まあちょっとカルチャーショックにやられちゃった感じですかね。うん。で向こうでもついてみて、ラスベガスついてみたら、やっぱあの楽しくて、一緒にポーカー打ってても、その常に明るいし、向こうの人たちって明るいし、なんかまあね、ポーカーに負けてぶち切れてる人はいるんだけど、まあそれはそれで面白いし、あ、ラスベガス自体はすごい楽しかったんだよね。まあだから本当にまあいい勉強になったわ。なかなか38歳にしてね、自分がこう苦手なこととかさ、普段やらないこととかさ、ね、あとその本来ね受けなくていいストレスとかってやっぱ38歳になるとないじゃないですか。でもなんかこうポーカーっていうものを知って、でなんかこう普段出会わないような人と出会えて、で普段行かないようなところに旅したりして、で普段できないような体験ができるっていうのは、なんかまあポーカーが一つの媒体となってね、でこういうことがこういろいろ経験できたんで、まあポーカーいいなって思いましたね。まあ、ポーカーを知っていろんな経験ができるようになったなと思って、もう今回のラスベガスもまあ嫌な思いもだいぶしたけれども、まあ、全部ひっくるめて、まあ、いい人生経験になったなとは、はい、思いました。来年はもうあのビジネスで行く。であと JAL のマイルが死ぬほど溜まってるから、その JAL のマイルを駆使して家族であのビジネスで何のストレスもなく、あと日本の航空会社であの行こうかなって思います。そうしたらまあね、嫌な思いはそんなにしないでしょ。嫌な思いする可能性はすごい低くなるでしょいう感じですかね。はい、まあともかくもラスベガスどうですかね。たまにはいいんじゃないですか。家の中でくっちゃべってる動画よりもね、あのたまにはね旅動画みたいな、あの Vlog、 Vlog みたいなね動画もたまには上げてっていう感じです。はい、まあ、今後も海外のポーカーの大会とかに参戦するときは、まあもちろんカメラ回しながら動画にしたいと思うんで、あとまあポーカーのルールを説明する動画とか戦術を説明する動画みたいのもちょこっとずつアップしていこうかな。本当は前に、1回作ってるんだけど、まあ、もう時が経ったんで2年ぐらい経ってるんで、2年経った今、まあ、こう僕が改めてポーカーのなんていうのこの戦術とか、みんなが何をしてるのかとか何を考えてるのかっていうのを、まあ、なんとなく説明する動画みたいのも作っていこうと思うんで、でまあそんなにね僕のチャンネルでポーカーたくさんは上げないけれども、そのたまに上がる僕のポーカー動画を楽しく見るためのなんかこの説明というかみたいのも今後動画通して、1本アップしようかなと思ってます。はい、そんな感じで、この動画はつくば湯の豆翔さんの提供でお送りさせていただきました。はい、豆翔さんありがとうございました。皆さん豆翔さんの柴田記念パックをぜひ買ってください。はい、こんな感じで柴田でした。バイバイ。明日を切らずにいられない。